do next? What does Anna do next? ちょっと忘れた。どこ行く？どこ行く？まっすぐかな。そうだな、この片道開けた。片道かな。次はどこ？右。まっすぐかな。たくさん金を持っている。多すぎる、この金。カニじゃないね。何か買おうかな。はい、死なないなら大丈夫です。どこ行く？よくわからない。どこ行く？まっすぐかな。あ、そうだな、道は二つ、それ覚える。道二つ。この強いやつ殺す。そうだな、たくさん金持っている。こっちかな。こっち見よう。あ、ただの宝箱。まだ金、500金。こっち何か草。草の中何もない。こっちじゃないか。これはなんだ、扉。そっか、上行けるか。あとで上行けるかな。こっち飛べないかな。左、右かな。右行こう。次の道は右。石のかけらが散らばっている。これはあの坊ちゃんのところかな。消えた。そうだな、テクスト少ない、このゲームで。セーブ、まあいい、セーブしよう。はい、鍵。これボスか。ボス見つけた。これはキー。顔を持っているキー。ベリルラード。それは目的。これ弱いやつ。あ、回復邪魔。あ、かなり弱い。回復邪魔。なんで回復？回復ダメ。どうしよう。ゴリ押していこうか。ゴリ押していこう。攻撃できない。なんだ。死ね。これ、まずはこれかな。この目。まずこの目。狙おう。目を殺した後、そっち殺せるかな。
あ、目、違う。目二つ殺した。目三つ殺した。これ、爆弾。爆弾。毒かな。じゃあそれは全部か。今だ。まだ目。目生きている。よし、全部死んだ。これでクロスよりかな。最後の回復。はい、死ね。簡単だった。まあ、たくさん回復使っちゃった。黄金か。黄金か。黄金工事。取った。で、それなんだ。ゴンレット、ガントレット、特殊アイテム。ガントレット、ガントレットを装備していると硬いものを壊すことができるようになります。装備状態で対象を攻撃することで発動します。ああ、そうか。ダンジョンのところの岩壊す。それだけかな。あ、これ壊せる。なんだ、アイテム。これ使える。効果がなかった。そうだな、済んだね。もしここにこのガンレット手に入れなかったなら済んだ。こっち使えるかな。なんで、はい、セーブかな。なんで使えないの、クリストのやつ。ああ、そう、カッツインか。やはり気候であったか。ほうほう、若い者は元気がいいの。ああ、お主の知り合いじゃやったのか。少々機嫌何か。騎士を生きていたとは驚いたぞ。ガーディアンじゃな。ガーディアンがこの若者の命をつなぎ止めているのが見えるわい。精霊をここまで頂上せしめるとは、この時代にも良い術者がおるようじゃ。なるほど。
それにしてもクラウンの力を得たあの化け物を倒してしまうとは。以前街外れで会った時と違い、目に迷いがないようだ。ふん、面白い。その力今一度試してみようではないか。いざ。じゃあこのやつ殺すか。ああ、卑怯、卑怯や。反撃。ああ弱い、弱いね、お前弱虫。ほう、まるで別人ではないか。自分の死にたらしめた相手にも全く臆しておらんようだ。来るやよい、すべてを消してやる。じゃあ殺す、殺すぞ。やれやれ、お前さんにも困ったものじゃ。お若いの安心するがよい。このテオバルトの前でこやつにこれ以上の手出しはさせん。ティオバルトロ、何があったか、ま、サシかな、サツシがついたわい、マツシ、いろいろとすまなかったの。ガーディアンが司会かな、支払いかな、支払えているとはいえ、その命そう長くは持つまい。そう、政権の力で、でも手にせぬ限りはな。政権ですと、おう、なんだそれ、壊れ、お別れ、お、いや、まさか。ほうほう、はて、わしはただ思いつく豆を、ママを言ったまでじゃよ。騎士よ、そのクラウン、しばらくの間、気候に預けておくとしよう。だが、心するか。気候が我らの邪魔をするのであれば、その時こそ溶岩はせん。ああ、忘れたよ、読み方忘れた。行くがいい。だが心しておくのだな。気候が我らの邪魔となるのならば、その時に、その時こそ、溶断はせん。ファイアボール。ファイアボール。お若いの気をつけてな。クック、スカイルだな。そうかな、カツシン。から使えなかった。どこ行った？まあ、あ、私はまあ、そっか。お帰りなさい。あ、お前か。数役者か。わあ、すごく立派な王冠。確か町外れの遺跡でも王冠を見つけた。って言ってたよね。あの時は例の剣士に奪い取られちゃったけど、話を聞いているのと、どうやら王冠クラウンは政権と何か関係がありそう。その剣士やおじいさんは政権のことを何か知っているみたいだね。一体何者なんだろう。クラウンは他にもあるみたいだし、それを探せば何かわかるかもしれない。例の石板に書かれていることと
合わせて調べてみるといいかもね。でもまあ、剣士たちの行動には気をつけてね。今度またあんなことがあったら私。じゃあセーフしよう。お前はセーフポイントか。休憩。はい、これはセーフポイント。この女もセーフポイントか。よし、終わりしよう。